ジョナサン・エドワーズはアメリカを代表する改修派の進学者、牧師、アメリカ先住民への宣教師であった。エドワーズはアメリカの最も重要な最初の哲学者また進学者であると広く認められている。彼は最も偉大で深遠な進学者、大学生運動のリバイバル指導者、またその記録者として知られる。彼の働きは非常に広範囲に及ぶが、 特にカルヴァン主義神学、予定説、ピューリタンの遺産の弁償と関係づけられている。リバイバル説教、怒れる神の手の中にある罪人は、罪に対する義なる神の正しい怒りと地獄の苦しみを強調し、それを神の救いの五行と対比した。エドワーズが説教するとき、回収は、気絶や率倒などの激しい反応を示した。そのため、エドワーズは、精霊の臨在と、 現象についての論争に巻き込まれた、プリンストン大学第三大学長、ジョージ・ホイット・フィールドと同時大臣。1703年に、牧師ティモシー・エドワーズの長男として生まれる。1720年には、イエール大学を若くして、主席で卒業大学院で学び、その後講師を務める。牧師として着任して、以降は、 1734年からは新興復興を、1740年からは大学生運動を指導を及び記録する。20年以上巻き返したノーサンプトンの教会から1750年に圧倒的多数の可決により解雇され、その後ストックブリッジにおいて入職者とアメリカ先住民に対して協議を行う。 1758年、ニュージャージー大学学長に着任するが、首都が災いして、同年に休止。カルバン主義者であり、5000年王国説論者でもある。他方で、ジョン・ロック、アイザック・ニュートンから、間接的、あるいは、及び直接的に影響を受けた。聖書解釈の方法は、当然ながら、近代の批判的方法と異なるものである。また、 目視思想がその思想において、かなりのエイトを占めていることも注目されるが、これは、エドワーズが、当時の信仰覚醒を精霊による現象であると、理解したためである。祖父であり、ノーサンプトン協会の前任者でもあるソロモン・ストダードの見解に反対して、生産の参加資格を制限したが、この問題をめぐる論争が、エドワーズが解雇される原因となった。 スタンフォード・エンサイクロペディア・オブ・フィロソフィー、ジョナサン・エドワーズ、ファースト・パブリッシュド・トゥエヤン15、2002、サブステンティブ・リビジョン・トゥエ・ノベンバー7、2006説教、怒れる神のお手の中にある罪人は特によく知られている。1746年には、信仰と感情について論じた、宗教感情論が出版されている。イエール大学梅熱気気候試行図書館に、 多くのオリジナル原稿が保管されている。ありがとうございます。